はい、ということで来ました。ここどこだか分かりますか？まあ、ちょっとある場所に来たんですけども、どこに来たのかっていうのはちょっと次の動画でお届けしたいと思います。で、今回荷物はこれだけなんですね。まあまあ1泊2日で来るんでこれだけなんですけど、じゃあこの中身、今こうあるんですけど、何を入れてきたのかっていうのはちょっと昨日その動画撮ったので、それをお見せしていきたいと思います。はい、それでは VTR どうぞ。どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、早速なんですけども、明日朝6時ぐらいに起きて8時40分ぐらいに出る飛行機に乗ってある場所に行きます。なのでそれに向けてちょっと今から荷物の準備をしちゃいたいと思います。はい、といってももうある程度はここに持ってきたんですよ。必要なものとして何が入ってるのかって、前回の動画でシェアした通りなんですけど、まずこのパソコンですよね。まずこのパソコンがこの中に入っていて、これがないともうがっつり仕事にならないというか、そう、これはもう仕事する上では絶対必要なんで、もう iPad は自宅に置いてきましたけども、今回これ持っていきます。で、あとはこの中ですよね。この中は、はい、スマホが入っていて、あとはカード入れ入っていて、お財布入ってます。で、あとはこっちは、あ、パソコン用のハブですね。 USB ハブ入ってます。で、こっちに領収書が入ってますと。で、荷物は、ここの荷物はもう以上ですね。はい、で、編集中のショッピーです。ちょっと補足なんですけども、初めは茶色い袋とバックパックの2個を持ってその出張先に行こうと思ってたんです。なんですけども、まあ国内旅行だし、旅行じゃないし、国内だし、1泊2日だし、まあバックパック1個でいいんじゃないのって思って、じゃあバックパック1個で行くために、じゃあ荷物を厳選していきましょうっていうことを今からやろうとしています。はい、ちょっとそれを念頭に続きをどうぞ。物理的にもうだってこれがこうですから入るわけがないですよね。なので、まあこの中から厳選しなきゃいけないんですよ。このレンズも持ってきます。はい、いい絵撮りたいんで。このカバン何が入って、カバンじゃないですよね、カバンじゃないです、紙袋なんですけど、じゃあここに何が入ってるのかっていうことをちょっとお見せしたいと思います。これまずマフラーですね。で、次にこれはちょっと大切な人に会うので、しっかりした格好で相手に必要ないようにしたいので、これジャケット持ってきましたと。で、あとはその下に何着るのかってことですよね。で、これワイシャツですね。はい、これもちゃんと持ってきて、明日はちょっとカジュアルな格好じゃなくて、しっかりと相手の人に失礼ないようにね、格好していきたいんで、はい、なのでこれ持ってきますと。で、あとはこれはなんだっけ、あ、そうそう、これは電動歯ブラシですね。電動歯ブラシ、はい、持ってきたんですけど、これは多分その明日行くホテルにあるんですよね、アミニティとして。なので、まあこれはいいかなということで置いていきます。はい、で、あとはこちらですね。このワックス、そう、これも正直明日ちゃんと人に会うので、ちょっとピシッとした格好をしていかないとということで、これは持っていきます。はい、ホテルにあったらいいんですけど、こういうので。次に、あとヒゲ剃りですね。これ、こうやっぱ身だしなみ整えるのに必要なんですけど、これも正直多分ホテルにあるんですよね。でも痛いんですよね。まあでもこれはやっぱ荷物を減らすためなんで、じゃあこれを置いてきますと。次にこれメントレノートですね。これライブ配信でもちょっとシェアしたんですけど、昨日広辞苑っていう、昨日広辞苑ダジャレですよね。ではやっぱメントレでこうやってやっぱ書きたいんで、これも、あーでもなー、ノートの、このパソコンのエヴァーノートでも正直いけたりするんですけど、でやっぱり紙でのメントレが必要なんで、じゃあ持ってきますと。で、これは普通にカメラのこのストラップですね。こうやってやるので必要ですと。で、問題はこれですね。こんな感じで。で、僕普段こうやっぱ仕事もしたいので、どこに行っても仕事ができる環境だからこそ、その仕事道具っていうのを常に持ち運んでおきたいんですね。なので、こういったもの、例えばこれの場合はカメラの充電器ですね。これないと多分僕向こう行って撮影できないんで、これはもう持っていきますと。で、あとはパソコンの充電器ですね。これもないともう向こうで仕事にならないので、そう、持っていきますと。で、あとはそれ用のケーブル類ですね、持ってきますと。で、
こういった外付けハードディスクドライブに関してはまあ最悪持っていかなくてもいいやっていう感じがするので、じゃあこれは置いていきます。はい、なのでこの荷物はじゃあこっちですね。で、あとはこれですね、これあの遊び道具ですね。はい、こういうのも別にあの多分向こう動画向こう行ってその動画には映らないと思うんですけど、遊び道具としてこれ持ってきます。はい、なので持ってくものって言ったら今これだけあるんですよね。だからこれがここに入るのかっていうところですよね。多分入らないですよね。このスペースの中に入れてで、これも入れて、でメントレノートも、あ、でもやっぱ意外と入りますね。あ、ちなみにこのカバン何ですかっていう人がいたんでちょっとシェアしたいんですけど、これはエレコムさんから出てるオフトコっていうやつですね。そう、収納がいっぱいあってめちゃくちゃいいんですよ。でも入りましたよこれ。うん、はい、あとレンズですね。はい、入れて、うん、あ、なんかは雑ですけど入りました。そう、容量がいっぱいあるんで意外とやっぱあ、いけますね。ただ重量で言ったら多分5キロは軽く超えてるって感じですねめっちゃ重いんですけど、はい、ということで、明日のパッキング以上です。今回この動画を見て、まあ、ちょっとでも参考になってくれたら嬉しいなということで、まあ、今回は以上とさせていただきます。はい、こんな感じでダラダラってこう撮る動画いかがでしょうかって感じで、もうちょっと今夜の10時半なのでもうちょっと明日のために寝たいと思います。それではおやすみなさい。